天野先生、はい、全体の印象、はい、いかがでしょうか。はい、この町とっても素直でね、はい、よく描けてるいい町ですね。はい、変なこと書いてませんから、はい、それから今佐藤先生おっしゃったようにオーソドックスな町だだけに、はい、ちょっと油断すると落とし穴があるということで、ね、気をつけなきゃいけませんね。まず一番頭のこのねオープニングのところ、はい、3話音で半音ずつぶつけて下げていくっていうね、はい、なかなか斬新でいながらいい感じに、ね、なってますからね。はい、それとホルンのグリスタンドが入ってまして、はい、まあですからこういうマーチの場合はこのイントロの4小節ね A まででいかに印象づけるかってことが結構大事だと思うんですよね。はい、ここさえうまくいっていくとあとはこう流れていくんですけれども、はい、ですからまあちょっとイントロにはいろんな注意点があると思いますからそれはしっかりやっといた方がいいでしょうね。はい、わ、はい、かりました。このスラのティアティアという人とタッツッツッタッツッツッタッツッという人と、はいはい、低音の1トン、スッタンというこれがちゃんと組み合わさってるっていうリズムとアーティキュレーションと、はい、それから和音の動きっていうのがちゃんと表現できるかということも大事ですね。打楽器も一番最初のところどうですか。はい、全体的にでいいですか。でもいいです。はい。はい、まあ、とても明るいマーチなので、ティンパニーは音程、音色に気をつけて演奏しましょう。それから大太鼓はビートをよく、ね、曲の、音楽に乗って演奏できるように。それから小太鼓も特に技術的に難しいことはないんですけれども、細かいリズムが転ばないように、つまらないようにしましょう。シロフォンは管のフレージングをよく考えて演奏するということですね。で一番難しいのが私はこの曲はシンバルかなと思いますね。ジャンとこうフォルテ、強い音で叩いた後のピアノとかですね、トリオの中のシンバルというのがとっても難しいかなと思いますね。弱奏をよく練習しましょう。この課題曲4番の、最初のシンバルはとっても大切ですね。トランペットのファンファーレと一緒に演奏するわけです。スピード感のある明るい音で演奏しましょう。お願いします。それからこの曲はピアノやメゾピアノという弱奏のシンバルが何度も出てきますね。音色にこだわってきれいに演奏しましょう。はい、わかりました。では最初から見ていきたいと思うんですが、じゃあ一応今和音の進行のお話を今天野先生からいただいたので、はい、あまりいっぱい行かなくていいので普通の音量でいいので最初から A まで、全部テヌートで吹こうか。はい、スラも外してゆっくり吹いてください。はい、全部テヌートでお願いします。16分音符はスラでいいです。そこだけはスラでいいです。ファンファーレも全部テヌートでいきましょう。はい、1と2と3してますね。はい、よく響いてます。ちゃんとそこに響いてたね。はい、タラタラタラの人もう一回3小節目4小節目ください。はい、これテヌートでトゥー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 三と四ごめん三と四と。次低音と一タツツタツツタツっていう人。はい、じゃあその人なしで。はい、金管中低音。はい、ワン。はい、ぶつかってるパートもう一回気をつけてもう一度1、2、3。はい、これが正解でしたね。さっきちょっと違ってる人いたので、ね、はい、全員でそれで佐藤先生、はい、この頭のファンファーレ、はい、まあこれ完璧に調整がありますから、はいはい、多分皆さんできると思うんだけどこのまあねここで難しい問題が一つ起きてくるんですよ。純正調でいくのか、はい、平均率にしちゃうのかっていうね。はい、トランペット2小節やって。はい、ワン、ツー、スリー、ボン、ワン、ツーで、はい、1、2。トロンボーンが下がってくるわけですよね、3和音で。はい、それでどっちもちゃんとした調3和音なわけですよ。はい、はい、これで今トランペットほぼ純正調に近い響きになってるんですけどもトロンボーンはもう完璧に今
もう多分ね、感覚的にそうなってるんですけれども、平均率でちゃんと見てるんですよね。両方純正調にするとどういうことになるかというと、すごく濁っちゃうんですよ。トランペットの真ん中の音がチスと近くなるってことですか。そういうことです。ですから今これ結局ベイドアとね、3、4拍目アドアのね、トロンもアドアですよね。半音下の和音じゃないですか。どっちも純正調で作っちゃうとすごい響きなんですよ、汚い響きに。でも今多分トロンボンの人たちね、微妙にやっぱ3音上げてて平均率に近い響きに鳴らしてましたから、はい、これをだからもしできればちょっと試してみたいんですよね。やってみますか。できるかどうか。できそう、平均率で取るとか純正調で取るとかって。大丈夫、トランペット2番が下げなきゃいいね。普通に吹けばいい、普通に吹けば。はい、いくよ。じゃあトランペットトロンボンだけお願いします。1、2、3。トロンボンも、あ、トロンボンも少し取ってるんじゃないですかね。そうなんですね、ちょっとね、うん、はい、普通に吹ける。はい、もう一回ね。1、2、3。1個目は分かりました ね、はい、全然違いますね。これぐらいの違いが出ますから、はいはい、いい音しますね、ね、はい、うん、OK、じゃあ、A まで全員でやってみましょう。まずゆっくりで、はい、さっきの先ほどの音形で1、2と3。テンポで、小説前のこの四分音符の頭の音って大事じゃないかな。これもう少し欲しいかな。ティンパニーも A の一小節前のドンっていうのはもうちょっと叩いてもいいんじゃないかと。で、そうですね、うん、思いました。多分だからわざとここ四分音符なんじゃないかな。このシンバルの人だと思うんですけど、シャンタッタッタッタンって、これがもう少し出ても大丈夫かもしれません。はい、イントロはじゃあこういうことで、はい、じゃあ A のアフタクトから、じゃあ第一マーチ C までやってみましょう。そうですね、はい、ワン、ツなマーチという天野先生の話があったので、はい、4小節目とか8小節目少し伴奏の人も、まあ、この曲は4小節目にはそんなに節目はないんですけど、小節の練習番号の前とかそこをちゃんと狙って演奏してもらっていいですか。伴奏の人ね、伴奏の人、それからホールもタッタッタッパッパッパッってこのスタッカートになる前のタイの音あまり長いと次にテンポ感が出ないので、軽さが出ないので、ランパッパートゥントゥントゥンって軽くしてくれる、それからバスドラムと低音のバランスは、多分低音が絶対コントラバスのピシカトを聞く感じでチューバの人たちも演奏して、バスドラムは絶対コントラバスを見て聞いて演奏するといいんじゃないかな、はい、それが一つ伴奏系で気になりました。堺高校の皆さん、昨日やってもらったんですけど、今メトロもないので僕が指揮するので、楽器使わない練習1回だけやってもらっていい？ちょっと景気づけに、はい、じゃあ腕を振るやつからやってもらっていいですか。はい、一応テンポが今僕は踊ってるだけなので、一応どっちからいこうかな。タで演奏してもらっていいですか。はい、
楽器でいきましょう。はい、はい、空振り一小節でいきます全然テンポいいですね、やっぱりね、うん、あ、かなりいい感じで、はいはい、こんな練習もされるといいかもしれません。息でやってみるとか、ね、はい、解明でやってみるとか、はい、座ったまま足踏みでやればよかったね、今ね、はい、もうやらないけど、座ったままでもこう足踏みしながらできるよね、はい、じゃあ先生話を進めていきます、はい、まず演奏の方でいくとメロディーなんですが、A のところいろんなアーティケーションがあるんですけど、はいはい、さっきみたいに1回スラでやってみるの で、 そうです、ね、はい、バスラとスネアはガイド入れてもらっていいですか。メロディーの人 A から、はいはい、全部スラでいきましょう。はい、ワン、ツー、ベタ吹きじゃなくていいので、ちゃんと表情かん、こう自分がこういうふうに吹きたいと思ってる通り吹いていいや。はい、よ、ワン、このメロディーの流れを感じたアーティケーションをやるといいんじゃないかな。スタッカートを切ると思わないで弾む感じにするといいかな。それからランランランティアッターじゃないよね、タンタンタンタランタラララララ、でこの長い音はシンコペーションなので張らない方がもしかしたらいいかもしれないかな。タランタラリラティラララン、ティラランピラリラタラじゃないよね多分ね。そんなところをこう意識しながらやるといいんじゃないかと思います。で、B から新しく入る人少し吹いてもらっていい？たくさん。で、クライネットの人たちは一回聞かせてるので、その新しい人たちが入りましたって分かるようにして。で、対戦の人はもう少し吹いても大丈夫だと思います。はい。という表情をコントラストをつけながら、もう一回楽譜通りで全員でお願いします。はい。A、アープタクトから。B のところは今フルートたち少し吹いてもらったよね。で、伴奏の人も C の3つ前ぐらいから C に向かって少し同じメゾフォルテだけど C を狙って演奏しようか。で、レガートからアーティケーション変わるよね。C のね、3つ前かな、メゾフォルテになったところ、ティーラタリララリララティーヤッタッタンって変わるよね、表情が。ここをもっとはっきり演奏するといいんじゃないかな。ね、はい。第一マッチは。そうですね、いい感じですね、はいはいはい、じゃあ続きいきましょう、はい、C から D、はい、D は入ってもらっていいですかね、はいはい、C の前半がファンファーレですよね。ファンファーレではっきり吹くよね、みんなね。で、その後メゾピアノに落ちてるよね。ここのコントラストもっと軽くからパーラーって吹くくらいになっても、もう少しこうメゾピアノよりもマイナスぐらいのつもりで音、普通の音域って一番出やすい音域なので、簡単に吹けちゃうので、ここを少し柔らかく吹く。で、次の人がタラティラリラで、次のアルトサックスが入ってくる、こうそのラインがちょっと分かるようにちょっと演奏してみようか。はい、練習してみたいと思います。 D の1234小節前のアープタクト、ユーフォニウムのライン、ユーフォニウムアルトクラリネットのラインと、クラリネットアルトサックス
テナーサックスね。この人たちだけやってもらっていいですか。はい。はい、D までいきます。クライアントは1、2、3で入ってください。はい。ワン、ツちゃんとクレッシェンドもしてください。これだとね、クラリネットタリタリラってこう全部スライにしちゃうと今みたいになっちゃうんで、ティーヤタリラリってタリタリラリってちょっと吹き直してもらっていいかな。はい、もう一回。ワン、ツータータンって吹いてるつもりで1、2、3って長い音の人もクレッシェンドお願いします。フルートも入ってくればいいだって。フルート、はい、3、4、1、2伴奏もこれが聞こえる音量にちゃんと譲ってください。はい、じゃあ C からいきましょう。はい、はい、全員でお願いします。ワン、ツなんだけどもう少し差があるといいと思うんですけど、どうかな、分けてやってみようか。そうですね、ちょっと、はい、C のアフタクトから入ってる、はい、サックス、トランペットどうぞ。1、2、うん、あのダメじゃないんだけど、ティンティティン、タン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 、パパンパンかな。タンタタン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 ティタンタンって四分音符のアクセントはもう少しちゃんとファンファーレの音形通り吹いて、あんまりポンポンって弾みすぎないようにしてやってみてください。はい、プラスタンタカタンの人、はい、この2つの音形の人の組み合わせいくよ。ワン、ツー、 OK。 はい、で低音、はい、1、し、全部しっかり吹いてもちろん構わないけど、タンタタタタンタタンタンパトントンとここに向かってくる感じどうでしょうか。うん、全部一個ずつ吹くんじゃなくて、こうメロディーのまとまりで考えて吹いて、はい、いくよ。1、2、3、4。タンパッパンって少し単調になってるのわかるよね。タッ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 って吹いちゃうと汚くなっちゃうよね。タッタッタッタンで次に普通に吹いてアクセントだけど丁寧に吹いたらどう。はい、 OK。 じゃあ木管の人、オブリガート白本、はい、いきます。ダーキー一緒にやろうか。 C、 ワン、ツー、スリー、フォッ。バスドラムが少し後ろに感じるでしょ。そこ転んでるので木管が、わかりますか。うん、バスドラムが合ってるのね、本当は、ね。一回下ろして木管のオブリガート下ろして低音と打楽器やって C、 いくよ。メロディーと打楽器、ワン、ツー、スリー、フォッ。これにちゃんと合うように木管入って、もう一度お願い。ワン、ツー、スリー、フォッ。ワンパンってまだ早いかな。かなり2つ別に吹かないとトトってかなり早いよ。タンタカタカタカタンタン、パッ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 タンタン。もう絶対転ばないようにして叩く、吹く。いいね。はい、全員で。はい、お願いします。Thank you.
習でもやることあると思うけど、タンタカ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 タスタタタタタタタのこの裏に息を当ててツツツツツって練習して、はい、ワン、わかるかな場所、 F の3つ目のリズムで、これ全員あるよね、やってみて、1、2、3、はい、トゥトゥルトゥル、あのね、トゥツツ、8分音符から16分音符ってタッタって取らないで、ツの後はツツツツツツって取ってくれる、ワン、ツー、スリー、トゥ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 、はい、もう一回、1、2、3、シュッ、トゥ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 、はい、じゃあ全員で、B でやって、はい、B フラットね、B で、ワン、ツー、スリー、フォー、もう少し16分布はっきり吹いて、バス出し分布やって、スネアね、タッタカ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 ね、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、楽譜通り、ワン、ツー、スリー、で、タッタタンタンタタンタタン、アクセントが拍の頭にあるよね、1、2、3、C のところにあるでしょ、それをよく狙って、トゥ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 ね、もうちょっとスネアタッタカタッタが聞こえるように、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ちょっと前に来てるよね、タンタタタンタタタよりこう潰れてるよね、タンタタの2つ目の音が、タンスタ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 タンね、ベーで、ワン、ツー、スリー、フォー、楽譜通り、ワン、ツー、スリー、最後の方がダメだね、降りてくるとやっぱり反応鈍くなっちゃうね、はい、ここを気をつけて演奏してください、はい、では F からトリオ入りますが、ここまでは大丈夫でしょうか、はい、大丈夫ですね、はい、じゃあ F お願いします、僕の好みでいい、タカタンタンタン、少し遠くに行く感じでトロモニー渡してもらっていいかな、タカタンタカタンタンタンとことっとも面白いんだけど、タカタンタンタンとことんとんとんってトロモニー渡してくれる、はい、もう一回 F のトリルの頭をはっきりで、2小節目そのスケールの動きに向かっていってください、はい、低音もダンタ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 に向かっていって、ベをボーンって吹いたら3、4拍目が引っ込んでいかないで逆にしてください、はい、いくよ、 F、トリオ今ねだいぶみんなうまくいってるんだけど、打楽器とメロディーの人スラを外して吹いてみて、はい、よ、打楽器やってください、ワン、ツー、スリで、さっきスラーで吹いた時よりも早く感じた人、あ、いる、僕も少し今早くなったかもしれないんですが、多分ねスラーで吹いてる時ゆったりしてるので後ろに行ってる可能性があるので、今のテンポ感でスラーでちゃんと歌って吹いてください、はい、まずそれが一つね、それからスネアだけタカタッタなんで、タカタッタパッパッタカタッタのそのリズムを少し出してもらうのと、トロンボーン課題曲2番の時にホルンにツタッ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 じゃなくてパーパッパッの時にタッタッって後打ちのつもりでって言ったの覚えてる？ここねツタッ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 タなんだけど、タッタッタッタのこの後打ちの位置にちゃんとはまるようにして最初の音が長いだけ、タッ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 タね、はい、コントラバス、トリオの頭の音弾いて、プンプンプン、ワン、ツー、スリー、ちょっ
ちょっと低音の人見て、はい、1、2、3、はい、この感じ、指で弾いてる感じ、これをちょっとこの感じで吹いてもらっていい？一緒にやろうか。これを追い越さない。もしチューバを多かったら減らしてもいいよ。もしちょっと4人だと多いかもしれないね。あ、決めてください。真ん中の2人とか端の2人とかで、バスンあるよね。コントラバスを追い越さないようにしてやっていい？絶対あれよりも大きくやらないように。はい、あ、決まった。あれ、戦いが起こってる、はい、あ、みんなやめちゃダメだよ。誰になりました？はい、わかりました。はい、じゃあどうぞトロンボーンも入ってみてください。あ、一回低音やってから、はい、ワン、ツー、スリー。はい、スネアもちょっと入って、1、2、3、4。チューバ後ろ聞こえる？もう少し聞いて演奏しようか。はい、トロンボーン入って、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。ね、そうなっちゃうよね。あ、ごめん。じゃあトロンボーン全部後打ちでやって、8分音符の、うんぱ、うんぱでね。はい、行くぞ、ワン、ツー、スリー、フォー。あの、まあ、リズムの違うところは感じ分かりますかね。そのタイミングなのね。んたーたんたーたたたたたた、その今の1個目が長いだけ、あと、うん、の3つは全部同じ弾き方。はい、どうぞ楽譜通り、ワン、ツー、スリー、フォー。 OK。 少し長くなっちゃってるけど、たたたたね。あの、なんでかっていうと、メロディーがずっと長く吹いてるよね。レガートでずっと吹いてるので、それの中に溶けすぎないよ程度で吹いてください。はい、一緒に行きましょう。トリオ、田辺先生どうですか？あ、このままやっていいですか？はい、ちょっとお太鼓が止めすぎてたので、はい、あのコントラバスと同じニュアンスにしましょうということで、今直してもらいました。はい、はい、じゃあさっきのテンポ感で全員でお願いします。トリオ、はい、行きます。1、2、3。楽譜を見てもらっていいですか？ G の4小節目ディミニュンドあるね。そしたらその後もう少し柔らかくしたらどうですか？で、G もフルートオクターブ上に入るよね。オクターブ上というか新しく入るよね。なのでその人たちが少し吹いたらどうでしょう？それから G のところ長い音のホルン、これを対旋律だと思って歌って吹いてみてはどうですか？ね、で周りの人メロディーが弾くけど、君たちはそのまま後半もしっかり歌ったまんまでやってみたらどうでしょう？なんていうアイデアが。はい、じゃあそのまま続けてやってみます。 G から、終わるところまでいこうかな。 K まででいいですか？はい、じゃあ G からお願いします。はい、ワン、ツー、スリんですが、愛の一小節目って音量は一応メゾフォルテだよね。うん、こう少し明るくなる感じでいいですか？ダーダーンじゃなくて、タンパーンって吹いたら少し抜いた方がいいかな。そのシンコペーションの音、タラッタッタンって楽にして、もう一回愛っていう感じにしたらどうでしょうか？ね、ちょっと気になったので、じゃあ H からもう一度やるので、H の2小節目はパンパンっていうのは速くならないように。うん、はい、それからもう一つ、
H の4小節目、ダリラ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 ンって最後の音を丁寧に吹いてもらって、木管は突っ込まないだったよね。さっきと同じ仕掛けでやってください。はい、はい、H アフトアフト、はい、ホルンもしっかり吹いてくださいね、はい、絶対聞こえるように、ワン、ツー。ホルン出してねって言ったんだけど、さらにボリュームアップし、さっきのぐらいでいいよ。だいぶ気合入ったよね。意識してないか。ホルンちょっとやってみて。サックス、テナーサックスとアルトグラ。ワン、ツー、スリー、フォー。これもちょっと聞こえてほしいよね。はい。低音。はい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。全部同じじゃないよね。アクセントがあって、ランパパーン、タントントントン、パパンパーン、ティンティティン、タントントントン、タタンタンってちゃんと節になってるよね。メロディーになってるでしょ。それ意識して吹くといいんじゃないかな。ただ強いんじゃなくてね。はい、全員でお願いします。打楽器も同じですね。打楽器も同じね。で、Hの5小節目になったらパッと色が変わるように、強弱だけじゃなくていろんなことが、音と音、音色とかね、こだわってちょっとやってみない？はい、はい、じゃあ H からいきましょう。はい、メゾピアノは軽くね。はい、ワン、ドゥ。どうでしょうか、最後。まずスビートピアノになるところのタイミングですね、はいはい、ここはかなり気をつけないと。そうですね、それからもう一つね、みんな L の 1,2,3,4 小節目にね、メロディーが少し弾くようになってるよね。で、101をじゃあちょっと思い切って落としてみて、それで次のクレッシェンド、102のクレッシェンドをしっかりやって、ま、今度はスビートピアノまで今の音量で落とすともっと差がつくんじゃないかな、ね、ここあんまりわからないので、はい、トロンボーンも同じになってるんですけど、101のところ少しだけこう表情を変えて出すんじゃなくて、少し木管に譲って吹いてクレッシェンドしっかりっていう感じでいいでしょうか。はい、はい、M から2小節いいですよね、まあ、ここの音量を、まあ、1フォルテで、107からの方を少しフォルテよりプラスで、クレッシェンド 3,4 拍目にあるよね。ここを全員で揃えてフォルテシモってどうですか、最後。とだいぶ違うの分かるよね。今ずっと同じ感じでよく鳴っててすごくいい音なんだけど、その最後の表情も出してみようか、打楽器も含めて、ね、そういう風にしてやってみるともっといいんじゃないかな。みんなすごくいい音で吹いてるので、こうワクワクする方がいいよね。あ、いろんな表情で演奏してるって見えた方がいいよね。立体的にやろうか、ね、もう少し。はい、それじゃあ K からやりたいと思いますが、はい、いいですかね、個人的に打楽器さ、バスロットシンバル1,2,3,4 小節目から5小節目って1回狙ってもらっていい？はい、はい、いやちょっと愛でしたけど、それから L の1小節前に向かっていってもらっていい？2小節前から1小節前、バ
バスラシンバルいいでしょう。あ、さっき合図したけど分かったかな。はい、そんな感じでちょっとそこを狙ってずっと同じじゃなくてやってもらっていいですか。はい、タッタッツッタッツンタカタカタカって少し出してもらってスネアも出ても大丈夫です。はい、やってみようかな。全員でお願いします。 K から。もう一回転ばないように、たったか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 の重心の角度、1、2、1、2、1、2、3、4の白の頭が滑らないように演奏してください。はい、白本当。で、スネアはたっつぁ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 は、やってもらっていいですかね。はいはい。ダーキー。ワン、ツー、スリー。ダーキーでしょ。ワン、ツー、スリー、フォッ。この小太鼓のビート感が裏ロールがどうしても難しいので、ロールに対重心がかかってしまうとかなりこう重い感じになるので、タッタルタッタルタッ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 とならないように、タンツァタンツァ、はい、そうですね、タンツァタンツァですね。はい、じゃあ今のテンポでいきましょう。 K、 はい、パーって少し転んだかな。やっぱり最後だからね、もうゴール見えてお家の門が見えちゃうとわーってこう急いでね飛び込みたくなっちゃうけど、タラッタラッパッパーもタンタンって、あのさっき飛び込まないでって言ったのと同じなんで、ここも転ばないようにしようか。それから一番最後のベーのタッタッタッタンの音を吹いてる人伸ばしてみて、3、4。もっと音を合って狙えるよね。音をちゃんと合わせてしっかり吹いて、せーの、パン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 、1、2かな。力が入ると違っちゃうよね、ピッチがね。よくもう一回伸ばして、せーの、今いい音だよね。そのまま吹いてトン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 、1、2、いいんじゃない。もうそれ以上いらないんじゃないかな。ね、終わってるもんね、もうここね。着地するだけでしょ。ね、あんまり高いとこから思いっきり飛び降りると足骨折しちゃう。ダッダッダッダンってならない方がいいな。あ、個人的にね。はい、じゃあ最後皆さんパンパレのとこ行きます。M。はい。ワン、ツー、スリー。
A の A からね C までの間なんだけど、やってみて。はい、全員で。はい。いくよ。ワン、ツー。シンコペーションのところ分かるかな。そこは押しっぱなしになっちゃうとすごくこうテンポ感がみんなの方が重く聞こえちゃうので、そこを気をつけて。ティララリララリララとかそういうところがタリララララってクレッシェンドだけど、やりすぎちゃうとそういうところ重くなっちゃうので、そういうところ気をつけて。それからパッパッパッタラタラララララってこうすごく表情ついてるんだけど、メロディーラインの原型が分かんなくならない程度にラン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 ラララララってちゃんとなんか歌詞があるぐらいの変わり方でいい、短く長くとかじゃなくて。もう一回メロディーやってみて。 B、 はい、いくよ。ワン、ツー。全部じゃ全部タンギングでタタタタラツタラララララ。はい、ワン、ツー。もうすでに B の頭じゃなくて裏の音が速くて、次の休符の後が空いてるのね。タタティティラタラララララ、極端に言うとそうなってるので、はい、それはちょっと8分分いくよ。1、2、タタタタタスタラララララ、アーティキュレーションの通り。1、2、タタタタラタラララララ、もう一回楽譜通り、スネアなし。1、2、もう少し弾んで、ワン、ツー、パン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 、やっぱりタタタタってなっちゃうよね。短くなっても速くならないようにして、はい、ワン、ツー、パッパッパッパラララララ、やっぱりティアッパーってこう少し溜めちゃうよね。タタツタだよね。タタタタラスタラララティラスタだよね。タツツタだよね。これが狂っちゃうと曲の感じ変わっちゃうので、ね、タタタタタスタタタタタだよね。はい、ワン、ツー、タタタタラスタラララララ。今の位置が正解だよ。今のとこだよ、ね、はい、ちょっとバンドつけてあげて。 B、 はい、全員で B の2小節前お願いします。はい、ワン、ツー、スリー、フォッ。つけてやるといいと思うね、はい、ちょっと気になったので、これが何回やってもトトトティラッドラララって聞こえるので、そこを気をつけてください。慣れてくると、最初の時ってそういうこと気をつけてやってるんだけど、慣れてきちゃうとそうなりやすいので気をつけましょう。先生ありがとうございました。聞いたらよくわかりました。じゃあ先生に拍手振ります。じゃあもし時間ちょうど時間なんですが、何か聞きたい、あるいはここもう一回やってほしい、全部はダメですよ、ないですか。なければ、じゃあ先生方その場ですいません。じゃあ今日一日講師をしていただいた天野先生、ありがとうございました。いらっしゃいました渡辺由美子先生です。埼玉栄高校の大滝先生です。ありがとうございます。石倉さんです。じゃあ、鳥はこのみんなに皆さんに聞いていただいたの今日の午後だけなんですが、昨日今日と、頑張っていただきました埼玉栄高校の皆さんです。以上で、公開収録になりますが、課題曲クリック終わりにしたいと思います。ありがとうございました。